2020年12月23日埼玉県道の駅昭和国道4号バイパス沿い、こんな感じでなってます。今朝飯、朝から天ぷらかき揚げ丼って考えたけど250円かき揚げ丼、10時に杉戸で済むっていう話になってるんで、あと1時間ぐらい食べたらパクッと行きたいと思います。はい、そんな感じで今朝の9時40分ぐらい待機してます。そしたら目の前に、はい、上田さん発見しました。寝てますね。はい、そんな感じでしばらく待ちたいと思います。3時15分、ここは国道16号沿い岩槻の太陽、そこが春日部の陸地とこの太陽です。でこれ軽くエンカル流しましたけど、ちょっと水が微妙なんで頭で流します。寒い。とりあえず軽くバラ終わった後なんで汗かいてるんですげえ寒いって感じです。選手は本気でやっちゃうと風邪ひいちゃいそうなんで、とりあえず軽く洗ってサクッと帰って、また昼から仕事なんで寝ます。もう3時、帰ったら4時半、5時だな、寝たら。よしよし、そんな感じで太陽からでした。はい、はい、はい、すいません。うん、ありがとう。はい、ありがとう。はい、メリークリスマス、良い一日を。はい、ってことで本日は羽生のパーキングでマグラテを買いました。はい、本日も国道50号線沿いの太陽佐野で荷物が積み終わって結構終わったんで、これから兵庫県の三木市の方まで圏央道が通行止めということで、俺らは「みんなでこうほんのとろって感じろ」「熱い気持ち」
1678この場音楽に委ねろに期待8時56ハッパならやっぱたった今生きたい大人のハッパ遠慮はダンダン遠慮なくちゃんちゃん飛び遊びポーズハムイカダンラン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 。マイク握れば語るだ ビブによる参加換気は回り涙するやからも不安で輪になる心の殻をかじわる体に何かが始まる続けりゃ徐々に張り出す納得するイカチアス燃料もアドブルーも満タン気持ちも満タン長野県大津と止まる雪が降ってるってことで本日はオイラはお味を見つかる。はい、本日は安曇野でラーメンチャーハンセットいただきます。うまい。普通でうまい。食べました。ということでここは梓川で初の梓川の下場でマグラテ。雪が舞ってるんで少し寒いです。そしてちょっと友達とか実家とかに持っていこうと思って年越しそばを買いました。長野県の安曇野そば、長野県のそばで年越しをしようと思います。兵庫県三木市へ向けてまだまだ頑張って走っていきたいと思います。はい、本日は宝塚北金曜日の夜これ寝ます。で、はい、西谷湖これ前も去年も買った気がするけど、はい、またこれを買ってみました。こんな感じでこいつを後でトラ飯したいと思います。明日は10時おろしなんで今2時ぐらい、明日の朝8時ぐらいに起きて9時前ぐらいには出発したいと思います。それまでゆっくりここで休みたいと思います。あれ、今日はこっちじゃねえな、そっちだ。寒いここ。おやすみなさい。